はい、マッスルです。今回はですね、ヒロアカとチーカーコラボが8月の25より開催されておりまして、やっとお店に入って購入することができましたので、厳選商品を一緒に見ていければなと思っております。アイテムがめちゃめちゃ可愛くて、私の住んでいるところからだと池袋パルコが特設会場だったんですけども、会場へ入るためには抽選で勝ち取るしかなかったんですけども、やっと一般でも入れるようになりましたので、行ってきた結果が、タオルとアクリルキーホルダーとアクリルスタンド2つ、こちらの、はい、ブラインドパッケージになっているアクリルスタンドキーホルダーだったかな、ちょっと忘れちゃったと、今回のコラボに全く関係ない2つですね。まずはハンドタオルになります。こちらはですね、5種あるんですけども、今回1種だけ購入してきました。うちは夫婦でうさぎ推しなんですよね。めっちゃ可愛いですよね。切羽詰まってないところがいいですよね。翔斗くんだと家族の心境的にも切羽詰まってますが、それと真逆のウサギを起用しているというところが面白いですよね。次にアクリルキーホルダーになります。めっちゃ可愛い。ミルコとウサギのコラボですね。似合うな、似合うし、日焼けしとるウサギ、日焼けしとるミルコ色になってる。めちゃめちゃ可愛い。背面には商標マークがしっかり東宝ってね入ってますね。いいじゃないですか。開けてみましょう。チーラサイズ感も申し分ないくらいね、大きいですね。親指と同じくらいかな。親指と比べるってなかなかないけど、厚みもねしっかりしてるので、割れるってことはないかなと思いますね。ヤッハってねしっかり書いてますね。ウサギの表現がしっかりされてますね。かわいい。メイン登場人物が5つと、ちいかわ8割ウサギの3人が一緒になっているデザインも複数あるというところがすごくいいですよね。センス爆発してますよね。アクリルスタンドをこちらとこちらの2つ購入してきました。全4種になっておりまして、8割以外は複数キャラクターで構成されている作りになっております。8割からいきましょう。開けていきます。すごい綺麗に梱包されてますね。台座はね真ん中にあるので傷がつかないように、さらに袋詰めされているというところがいいですよね。では組み立てていきましょう。まず台座ですね。文字がイラストされてますね。マイヒーローとかね、ちいかわとか、裏は特にないです。でこれに背景、こちらですね、8対2ということではめていきます。爆豪のかっちゃんとのコラボデザインですね。プルプルしてる、すごいめっちゃ可愛い。8対2っていうのは髪型なんでしょうね、これだよね。違ったらごめんなさい。はめて、はい、完成。もちろんしっかりね、はい、立ちますから。これはめちゃめちゃ可愛い。アニメ見てるとね本当に可愛くて、幸せになってほしいなとね、切実にね毎回見ながら思ってますね。次にこちらになります。あー、いいね。めちゃめちゃ3人とも似合ってる。では早速開封していきましょう。モモンガとトガヒミコ、トガちゃんね、めちゃめちゃいいじゃないですか。モモンガは何とも言えない可愛さありますよね。しかないだったりとか、褒めてみろみたいなね、よく言ってますけど、めっちゃ可愛い。それがトガちゃんと、うん、コラボしていると。ウサギこっちにもいる。ダビとのコラボですね。すごいね。ダビともコラボして、こちらね、トドロキくんともコラボしているという、ご家族をウサギが全て賄っているというね、いい感じじゃないですか。かわいい。そして台座、もう一つこちらですね。しがらきトムラとあの子ですね。ちいかわの名前って
変わってて面白いですよね。台座にまずはこちらね、しがらきくんとあの子のコラボをはめて、こちらを全面にはめ込むという感じですね。はい、こちらで、うわ、立体感あってすごい。この3人一緒にいるっていうのもな、すごい光景ですね。めっちゃ可愛い。で、こっちが8割ね。アクスターめっちゃ良くないですか？これは、うん、どうでしょう、買いですね。次にこちらになります。こちらはクローズドパッケージになるんですけど、アクリルスタンドキーホルダーだったかな、だったはずですね。種類は6つあるんですが、ミルコとウサギのアクリルスタンドもありますので、それいいよね、欲しいですね。では開けていきましょう。パッカンしてね、はい、こんな感じですね。中はそうだね、アクリルスタンドキーホルダーですね。うん、アクスタがいいかな。そうだね、アクスタ欲しいですね。一つ目いきましょう。盛り上がってるところはあるけど、アクスタなのかキーホルダーなのかはわからないですね。なんだろう、あー、そういうことか。この盛り上がってるのはこういうことね。8割れ、めっちゃ可愛い。さっきのとはまたデザインが全然違いますね。超可愛い。かつき爆豪8割れと書いてますね。で、下にはコピーライトが、うん、しっかり書いてあるというところですね。さっきのミルコと比べると、ミルコ大きい、大きい、若干大きい。2つ目いきましょう。よいしょ。さあ、これは分かった。うん、キーホルダーの部分ないのでアクスタですね。よかった。クローズパッケージだから被るのが一番ね困りますから。よいしょ。はい、ミルコ来たよし、ミルコウサギめっちゃかわいい。ワンサイズちっちゃいんですね。なるほど。これと比べると、あー、結構ちっちゃい。こんな感じ。でもまあかわいいよね。気にならない小ささですね。こういうのもありかなってね、思いますね。3つ目、こちらが最後ですね。なんだろう、かぶらなければまだ何でもねいいかな。あ、うん、アクスタですね。アクスタでこの段階ではわからない。あー、わかっちゃったあー、ウサギだと思う。あー、やっぱほら、ここ耳のとこわかっちゃったウサギでした。ウサギか、ウサギね、ウサギね、増殖しちゃったよ、ウサギ。その他にもう2つ買ってきました。これは今回のヒロアカとのコラボとは別ですね。ちょっと中開けていきましょう。では、はい、あ、かわいい超かわいい。ちいかわのジオラマアクリルスタンドという形で、どうでしょう、ちいかわの家とか八割れの家、どんぐり DJ とかね、鎧さんですよね。はい、サウナと当たったのは8割の家ですね。これね、みんなそうだと思うけど、幸せだと思うんですけど、幸せになってほしいと本当に思う。袋から出しても一つ一つ袋に入っているという、とても丁寧な梱包がされてて最高ですね。じゃあ一気に開封していきます。まずは台座にこちらはめていきます。花瓶があるところがまたねいいですよね。こちらテーブルですね。ここかな、はめて8割をセッティングすれば完成。かわいい、幸せになってほしい。もう一つ開けていきましょう。どれ、お、お、ちんかわちゃんこちらも4つのパーツからなってますね。台座ですね。あ、めっちゃ可愛い。こちら、は
ハチワレが遊びに来てて、ウサギもいる。あ、いいじゃないですか。すでに全然違いますね。いやー、ハチワレ優しそうな顔してますよ、本当に。テーブルですね。テーブルをガシッとね、しっかりはまりましたね。チーカワ、こちらで完成ですね。遊びに来てるところがすごい可愛い。チーカワの背面にはバッグとかあるという、見えないところもちょっと工夫されてるところとかすごくいいですよね。そしてこれがね、ハチワレくんですね。推しはウサギなんですが、次に好きなのがハチワレなので、なんだろう、幸せになってほしい。もっと本当に幸せだと思いますけど、幸せになってほしいね。ヒロアカコラボと比べてもいいね。やっぱりヒロアカコラボすごいいいですね。ということで、今回はヒロアカとチーカワコラボをレビューしてまいりました。別の動画ではオンラインくじ戦ってますので、ぜひご覧になっていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。